である。初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーの愛場母、レディ・キャサリンも軍馬であり、グルーブナー騎場の下コッペンハーゲンの戦いに参戦している。2歳時にニューマーケットで10回競馬の競争に、出走し、ステークスを含む複数の競争を優勝した。1811年に400気に入れ、初代ウェリントン主爵、アーサー・ウェルズリーに売却され、 1812年から1815年にかけて、ウェリントンの乗馬として活躍した。体高152センチメートルと小柄ながら、かなりの体力の持ち主で、ワーテルローの戦いの際には2日間にわたりほとんど休みなくウェリントンを乗せて、戦線を駆けずり回った。晩年は、ウェリントン夫人のペットとして飼育され、28歳で死亡。ハンプシャーに埋葬された。 コッペンハーゲンの葬儀においてウェリントンは本馬について忍耐と根性においてこの馬に被験する馬を見たことがないと述べた。ワーテルローでの活躍が認められサラブレッドではなかったにもかかわらずジェネラルスタッドブック第1巻にサラブレッドとして登録されたこともある。ありがとうございます。